海武氏は、日本の政治家、弁護士。立憲民主党所属の衆議院議員、自由警戒会会長。総務大臣政務官、民主党役員室長、同岩手県連代表、民進党政務調査会長、希望の党幹事長代理、国民民主党政務調査会長代行、同憲法調査会長などを歴任。岩手県森岡市生まれ。 雫石町立雫石小学校、雫石町立雫石中学校、岩手県立森岡第一高等学校卒業。2年間の老人生活を経て、東京大学門下一類に入学。高校、大学では野球部に所属し、大学の野球部では投手だった。東大時代の同期に小林いたるがいる。1991年。 東京大学法学部第三類を卒業し、日本長期信用銀行に入校。法人営業や市場部門に勤務し、総合資金部部長代理や法務部部長代理を歴任するが、1998年に同行は破綻し、新生銀行となる。その後在職のまま司法試験に合格し、司法修集を経て、東京弁護士会に登録。 新生銀行社内弁護士として法務部次長に就任。2007年1月より、水保証券総合企画部経営調査室主任、研究員。2007年、高校、大学の先輩にあたるタッソ・タクヤ衆議院議員の、岩手県知事選挙立候補に伴う、衆議院、岩手一区補欠選挙に、民主党公認で立候補し、初当選した。2009年の、 第45回衆議院議員総選挙で再選され、選挙後に発足した、鳩山幸男内閣で、総務大臣政務官に任命される。2010年6月、菅直人内閣で、総務大臣政務官に再任される。民主党内では、小沢一郎の側近であり、2010年1月には、陸産会事件で、石川智博衆議院議員が逮捕されたことを受け、 同期当選の議員により結成された石川智博大議士の逮捕を考える会に現職の政務三役ながら参加。1月26日の参議院予算委員会において同会への参加について議員には不逮捕特権がある。一国会議員として考えるべき問題だ。当然の責務だと説明した。しかし2011年の東日本大震災を機に 関係が悪化し、翌年に、小沢が決闘した国民の生活が第一には、参加しなかった。2011年9月、党決算行政監視部門会議座長。同年12月、党行政改革調査会事務局長に就任。2012年の消費増税をめぐる政局では、野田内閣による、消費増税法案の閣議決定に抗議して3月30日に、 党政調布会長の辞表を提出し、4月23日の党役委員会で受理された。6月26日の衆議院本会議で行われた、同法案の採決では、党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日には、山岡健事らを介して、離党届が提出されたが、了解なく提出された。党にとどまるとして、離党届を撤回した。 民主党は7月3日の常任幹事会で、党員資格停止2ヶ月の処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年12月の第46回衆議院議員総選挙には民主党公認で岩手一区から立候補。自由民主党新人の高橋ひな子、日本未来の党新人で、 タッソ・タク岩手県知事の妻のタッソ・ヨらコラを破り、参戦。2012年12月民主党代表選挙では、海江田万里の推薦人となり、海江田が代表に選出されると、細野武史幹事長のもとで、民主党役員室長に就任した。2014年12月の、第47回衆議院議員総選挙には、民主党公認で、岩手1区から立候補し、4選。 2015年1月民主党代表選挙後、民主党、次の内閣ネクスト内閣府特命担当大臣に就任。2016年9月、民進党政務調査会長代理、次の内閣官房副長官に就任。2017年9月、民進党政務調査会長に昇格。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では希望の、 党公人で立候補し、5000。2018年5月7日、民進党、希望の党が合流し決闘された、国民民主党に参加した。5月8日、国民民主党の政務調査会長代行に就任した。2019年5月11日、党岩手県連の会合で、北畑通る県連代表らとともに、国民民主党を離党する意向を表明。 国民民主党が小沢一郎を率いる自由党と合流したことや同年の参議院選挙の岩手県選挙区において自由党が主導していた候補者擁立への反発を離党の理由に挙げた。木沢氏は同月13日に離党届を提出し同29日の党総務会で離党届が受理され無所属となった。2019年9月30日 立憲民主党、国民民主党、社会保障を立て直す、国民会議の休民神経参賀による、院内会派、立憲民主、国民、社保、無所属フォーラムに無所属議員のまま参加した。2020年7月、立憲民主党、国民民主党が合流してできる、新党立憲民主党に参加する意向を示した。同年9月10日に行われた、 合流新党の代表選挙では、泉健太の推薦人に名を連ねた。同年10月9日、立憲民主党岩手県連が木沢市に3300万円の損害賠償を求めて森岡地裁に訴えを起こしたことが、関係者への取材により、明らかとなった。訴えによれば、木沢市が旧国民民主党から離党する直前の2019年、 旧国民民主党岩手県連の資金を自身が代表の政治塾に移し損害を与えたとされる。会と立憲民主党岩手県連との対立があらわとなる。2021年8月14日、立憲民主党岩手県連は、次期衆院選、岩手1区にフリーアナウンサーの佐野理恵を擁立すると発表。ところが、党本部は10月12日、 木沢市の岩手一区公認を決定した。佐野は、党本部の意向を受け入れ、比例党北ブロック18位での比例単独出馬となった。10月13日、日本共産党は、立憲民主党と競合する22の選挙区で、候補者を取り下げる方針を発表。しかしその中に、岩手一区は含まれておらず、新人の吉田京子はそのまま、立候補することとなった。 同年10月31日の第49回衆議院議員総選挙に岩手一区から立憲民主党公認で立候補。自民党現職の高橋ひな子、共産党公認の吉田を破り、6期目の当選を果たした。比例単独の佐野は落選した。枝野幸男代表の辞任に伴う代表選挙では、小川厚也の推薦人に名を連ねた。ありがとうございます。